早く来てください。死んじゃうから。ポーチの上から見ないで、胸見ないで。さあ、半袖で、じゃあちょっと伺いたいと思います。はい、まあちょっと大阪城ホールということでこの方にお会いすることができました。ブラジローさんです。はい、こんにちは。どうも初めましてということで、いや、はい、本当にツイッターではねちょっとちょこ絡ませていただいてたんですが、はい、念願の初、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫。今撮影するということでちょっと脱いでもらって本当にありがとうございます。はい、では早速、はい、じゃあブラジロさん、はい、誰推しでしょう。まあ、ネムキュンですよね。ネムキュン推し、なるほど、はい、あのキュン T シャツ。はい、では、まあ、難しい質問だとは思うんですが、はいはい、そのネムさん、はい、まあ、山ほどある魅力の中でブラジロさんがもうこれという一つは何でしょう。そうですね、やっぱりまあ、可愛いのもそうなんですけど、やっぱいろんな面で才能あふれるところがやっぱり魅力でもあるし、もう嫉妬するぐらいの、はい、才能がある人だなと思います。才能ですね、はい、やっぱ確かに絵も描けるし、はい、本も描けるし、はい、いや確かにマルチで MC もできるし、はい、もうツッコミも冴えてるし、はい、夜中のラジオも偉いことになってますし。そうですね、はい、なかなか尖ったやつを、ね、はい、あ、なるほど、やっぱ才能がやっぱ魅力。あとやっぱ名付けの親なんで。あ、そうです ね、 ですね、このブラジローっていう名前はその深夜の非公式で名付けてもらったということで、まあ名付け親、はい、もう親ですね。じゃあ、はい、なるほど、ママなんで。ママいいですね。そうですね。あ、なるほど、で才能ということで、はい、じゃあ今日大阪城ホールライブ楽しみですね。楽しみですね。いや本当に、はい、ということでブラジロさんでした。ありがとうございました。